ゴッド・ザ・ビートみたいな感じになるでしょうか。ネチズンは JYP エンターテインメントから新たなスーパーグループが誕生する可能性があると主張しています。12月8日韓国の掲示板に JYP エンターテインメントが最近提出した商標というタイトルの投稿が拡散しました。投稿の中であるネチズンは JYP エンターテインメントが提出したとされるいくつかの商標出願をアップロードしました。商標はすべて TWINZY という名前に関するもので12月6日に出願されています。投稿者はこの名前が SM エンターテインメントのスーパー M やゴッド・ザ・ビートに似た JYP エンターテインメントの新しいスーパーグループの名前に使用されるものではないかと推測しています。とあるファンはこの名前が JYP エンターテインメントの既存グループ TWICE、1、NMIX、20に基づいておりプロジェクトグループの名前になるだろうと主張していますが、他のファンもコメントに賛同しこの商標をめぐる憶測に加わりました。それは TWICE と1のメンバーからなるユニットではないか。このグループには誰が加わるのか期待します。1ユニットか1の人形のどちらかです。1のユニットだと思います。グッズだと思います。ゴッド・ザ・ビートみたいな感じになるでしょうか。日本の2次プロジェクト2のボーイズグループ名ではないのか。何はともあれ楽しみにしています。無条件に期待できる。これが本当なら楽しみです。ファンたちは新しい新人グループがユニットデビューするか、既存グループからユニットができるか、またはグッズの可能性があるのではないかなど反応は様々です。そんな中、他の事務所のように人気のグループメンバーのコラボを期待する声が圧倒的に多いようです。それぞれのグループの活動が忙しい中、ユニットを結成した場合メンバーへの負担が大きくなる可能性を懸念するコメントがちらほらと見られています。